カロリナソとカロリナソとは、チリランカグア出身の女性歌手。2002年は、TVNK、ロホファーマ・コントラ・ファーマのオーディションで選ばれ、歌手デビュー。その年の終わりは、第3位に勝った、そして永久に次の生成を支える賞にとどまる。権利2003年12月は、女上司の歌手の依頼によりサンティアゴの刺激場の認識を得た。そして一つが、 ロホの3匹の生成の各自の5人の勝者間の最も良いの探したエルグラン・ロホの競争に加わる開始。示された競争でそれはロホプログラムのその年をすべてとどまる権利と2004年1月の最初の一つを得る。同年ファーストアルバムデセオを発売。同年12月31日父はフランシスコソと死ぬ。それは大きい衝撃だったが優美の苦痛に直面した。 アルバムは、チリの後継のジャーナリストの連合によって、年の進歩のための使命を得た。2005年2月では、曲、ドンデ・エステスに、ラ・セレナのフェス、フェスティバルでラ・セレナを受賞した。同年8月に、ジャーナリストクラウデー・オーソリスと結婚。2006年1月は、ロホの国際的なコンテスト、ロホ・インテルナシオナルに加わる。チリの名で加わられる。 同年6月か必要なアカデミー、キャロライナソートを開始。同年10月ニューシングル、デバホデラピエルを公開された。彼女はまた芸者界のための花形女性歌手として考慮される、そしてゲーバーで複数のコンサートをした。2007年は、セカンドアルバム、デバホデラピエルをリリースした。ありがとうございます。